2006年11月8日に観測された水星の太陽面通過地球における水星の太陽面通過は水星が地球と太陽のちょうど間に入る天文現象である。21世紀では2003年、2006年、2016年、2019年に起こった。次は2032年に起こり日本でも観測が可能である。日表通過や日表経過。 太陽面経過とも呼ばれる。太陽面通過の間、水星は太陽を横切っていく、小さな黒い円盤のように見える。水星は太陽の東から太陽に近づき、太陽面を東から西へ横切っていく。太陽面通過の際の水星の見かけの大きさは、太陽の1、150以下と小さく、太陽黒点と区別がつけにくいこともある。しかし、 黒点が不規則な形なのに対し水星は完全な円でさらに黒点により暗く見えるので区別できるだろう。太陽面は極めて明るいため肉眼で直接見ることは危険である。双眼鏡や望遠鏡で見ることはさらに危険で視力に高級的な障害が残り失明する可能性もある。水星の太陽面通過を観測するには望遠鏡を用いて 太陽の像を投影板に投影したり、望遠鏡にフィルターをつけて太陽面を観察したり、する方法がある。水星の見かけの大きさが小さすぎるため、金星の太陽面通過の場合のように特別な、メガネやフィルター、日食グラスなどを使って、肉眼で観測することは難しい。地球から観測すると、水星の太陽面通過は一世紀に13回か14回の割合で起こる。 これは明らかに金星の太陽面通過よりもずっと頻度が高い。その理由の一部は水星が金星よりも太陽に近い軌道を回っており、軌道上を好転する速度がより速いことにある。水星の太陽面通過が起こる可能性があるのは5月10日の前後か11月10日の前後のみである。これは水星が地球の軌道平面を横切る点である。 小光点や高光点を通過するのがこの時期であるためである。この時期以外は太陽と水星、地球が完全に一直線に並ばないため、水星の太陽面通過は起こらない。水星の小光点や高光点の光景の値はゆっくりと大きくなっていくため、水星の太陽面通過が起こる日付もゆっくりと遅くなっていく。3426年以降は、 水星の太陽面通過は6月と12月に起こるようになる。11月の太陽面通過は7年、13年、あるいは33年の間隔を置いて起こる。5月の太陽面通過が起こる間隔は13年か33年のみである。13年周期、あるいは46年周期で似たような特徴を持つ太陽面通過が繰り返される。これは、 地球が13回降転する間に、水星はほぼ54回降転し、また地球が46回降転する間に、水星はほぼ正確に191周するからである。両方を合わせると3年、4年、6年、7年、10年、13年といった間隔で起こる。以下の表を見るとわかるように、水星の太陽面通過は5月よりも11月により、頻繁に起こる。これは、 水星の軌道の離心率が大きいことから説明できる。11月の太陽面通過の頃は、水星は5月の太陽面通過よりも地球から遠くにある。太陽面通過の時は水星が太陽と地球の間に入っていることから内号であるため、11月の方が水星は太陽に近いことになる。したがって5月には、角速度が11月よりも小さく、 太陽面通過が長く続くことになる。5月の太陽面通過では、水星は円日点の近くに位置し、角直径は12である。11月の太陽面通過では、水星は近日点の近くにあり、角直径は10である。水星の太陽面通過が最初に観測されたのは1631年11月7日のことで、観測者はピエールガッセン0だった。 彼はそれから1ヶ月後に金星の太陽面通貨を観測しようとして失敗したがそれは彼が不正確な天文計算表を使っておりパリを含むヨーロッパの多くで観測できないことに気づかなかったからだった金星の太陽面通貨はエレミア・ホロックスによって1639年に観測されるまで見られなかった時には水星が太陽をかすめていくだけの場合もある この場合、地球上のある地域では完全な太陽面通貨が見られるが、他の地域では部分的な太陽面通貨しか見られないことがある。1999年11月15日の太陽面通貨はそのような現象であり、その前は743年10月28日だった。次に起こる、そのような現象は2391年5月11日に見られる。 世界のある地域では部分的な水星の太陽面通過が見られるが他の地域は水星が太陽のそばを通り過ぎるだけということもあり得る。そのような現象が最後に起こったのは1937年5月11日であり、その前は1342年10月21日だった。次にそのような現象が起こるのは千六百八年五月十三日で、 ある。水星の太陽面通過と金星の太陽面通過が同時に起こるのは極めて稀であり、次に起こるのは69,163年7月26日と224,508年3月27日だけである。水星の太陽面通過と日食が同時に起こることも非常に珍しい。水星の太陽面通過中に日食が起こるのは 次は6757年7月5日であり、シベリア東部で見ることができる。紀元前9353年2月1日14時10分から、始まる水星の太陽面通過は、前後1週間の間に8回も、天体の太陽面通過がある特殊な1週間である。1日に月と地球で、水星の太陽面通過、3日に土星で、水星の太陽面通過、 7日に地球と月と土星で金星の太陽面通過8日に土星で月と地球の同時太陽面通過が発生している国立天文台2012年6月6日から21世紀最後の金星の太陽面通過2012年6月6日閲覧水星が太陽を横切る現象世界各地で観測次は2032年 AFP 2019年11月12日閲覧、ありがとうございます。